うわ、チーターや、絶対。いや、もうチーターいすぎやで、このゲーム。空中にいる敵も、このエイムで、溶かしていく。おっと、ここで最強の対空が始まる。あー、これはやばい。めっちゃ嫌や、この音の響き方。全然足音がわからへん。なんか音の設定とかあんのかな、これ。本当ね、たまにこういうクソアップで入れんねんな。音の響き方とかもう一定でいいのに、めっちゃこういうクソアップで入れんねんよな。あ、ショットガンある。ラッキー。声戦ってんねんな。え？よし。なんかまだいそうやねんけど。あ、いるわ。降りてくるかな？え？どこや？危ない。よし、行くぜ。さあ、光線の跡あり。これでさ、走ってるとさ、狙われ敵が前目の前におった時にさ、めちゃくちゃダメージ食らうのよな。移動手段これしかないから。うわ、え、真下におんねんけど。さあ、あー、まあ最悪。ちょっとな、これな、資材がなくなりそうなよな、こいつら戦ってると。あー、怖いね。え？待てよ、もう一人上に。あれ？やっぱいるよな、真下におるわ。よし、クソ、ショットガンのエイムがクソ悪い。あー、あ、いる。やだー。あれ？マジ？こいつ諦めたな。よし、え、どこ？なんかめっちゃ撃たれてんぞ。え、あいつすごない？オートエイムオートエイム、ヘッショ2連続、あの距離。敵残り7人か。まあまあ残ってんな。あ、でもこの範囲やったらそんな残ってないか。いやー、プラプラか。プラプラ好きちゃうよな。プラプラめっちゃクソゲーじゃないこれ。プラプラマジで嫌い。うわ、プラプラやっぱ好きやわ。危な。マジで？うわ、チーターや、絶対。これ絶対チーターだろ。いや、これ絶対チーターよ、マジで。またチーターにあったんちゃうん、これ。こいつ、ヘッショにしか当たってないって。俺もなんか、溶け方エグかったもん。ほら！
いや、もうチーターいすぎやで、このゲーム。こいつショットガン持ってないからな、そもそも。こんな建築能力。もう分かりきってんねん、お前。さあ、ここでジャンプパッドを置いていくんですが、ヘビスナで抜かれてしまう。もうワンジャンプパッドがあるのでしょうか。建築技術は幼稚園児。不正行為により、エイムだけは、ワールドカップを優勝している。明らかにおかしい、この感じ。みんなが異変に気づいている中、こいつは幼稚園児並みの建築で対抗していきます。さあ、不正に不正を重ね、過去の自分を言い訳するかのように、エイムだけ神になりきっていきます。当たるのはヘッドショットのみ。あ、これ、空中にいる敵もこのエイムで溶かしていく。プレッシャープラント、この浮いている敵、ワールドカップですら見たことがない。ハイレベルの争いの中でも、あの距離、あのエイムで飛んでいる敵を落とすことはまずないでしょう。さあ、ヘビスナに狙われていくんですが、お子ちゃま建築でそれを防いでいく。さあ、腰ダメ、2回連続当たる。96。あいつも何か異変に気づいているでしょうか。総キル数は10キル。腰ダメ。あくまで腰ダメのみで対抗していきます。さあ、ウォールハックも使っているんでしょうか。明らか敵の位置が見えているようなエイムで狙っていきます。さあ、残り人数3人。彼の手によって全員処されてしまうのか、それとも粛清する神プレイヤーが現れるのか。おっと、ここで最強の対空が始まる。ああ、これはやばい。ありえない。さあ、飛んだらやられてしまうぞ。これはやばい。過去最高のチーターだ。終盤、チーターにエイム勝負を挑むと、こうなります。こうなってしまうんです。おっと、ここで初期エイモート。どうだ、俺のエイムはとばかりに。ああ、ここで What the fuck? 過去、いろいろなチーターに会ってきましたが、ここまで終盤まで残ってしっかりとチーターの本質を見せてくるやつには初めて会いましたね。まあ、彼のね、リプレイを見てもいいんですけど、多分途中からしか見れないからほぼ意味ないと思うんですよね。なんかリプレイの感じも変わっちゃったな。さあ、自分を見ていきましょう。自分、リドルウォッカを探していきます。リドルウォッカはどこにいるんでしょうか。おっと、リドルウォッカがいない。リドルウォッカがいません。あ、いましたね。リドルウォッカ。さあ、このまま進めていきます。このような感じですね。ここでしっかりと飛んで、さあ、これで今後ろに見えましたね。今後ろに見えましたね。多分この後ろにいる、あれ、こいつじゃないでしょうか。さあ、こいつのスキンを確認していきましょう。SGT アダム17。さあ、彼なのか、黒いスキンなのか。おーっと、いました。悪魔のようなキャラクター。見てください。こいつが100%確定チーターです。彼の姿を見ていきましょう。もう居場所は分かっています。リドルウォッカの居場所は分かっています。クリアリングも何もせず、赤枠に合わせて見てください。こいつが見てるとここやからな。普通こっち側とかを確認しながら行くんですけど、見といてほしいねんけど、もうここにいるの分かってるから、ここしか見てない。で、いるんですよ。こういうチーターはね、こういう戦い方するんですよ。SGT アダム、別のとこでも敵を倒しています。ロックオンされたライト EXE、 ロックオンされています、チーターに。俺の前の被害者ですね。おーっと、これはひどい。これはひどすぎる。アダム視点でライト視点で確認していきましょう。さあ、ライト。おー、スラープジュースがあった。拾いました。さて、スラープ飲みますかと回復していきます。しかし、ここでありえない溶かされ方してしまう。こんな感じで SGT アダム17でした。皆さんも気をつけてください、こういうチーターには。後半ね、もう本当に爆発的に起動し始めてるんで、明らかおかしいのは一目瞭然なんですけど、もうね、ここら辺の溶かし方が異常でしたね、本当に。こいつの場合は、もうこれ見てください。これ48、48、24。
で、ここから飛んできます。ニューエイムゴリラトリッキー。さあ、当てていく、当てていく、当てていく。ここで死んでしまうんです。これ最後のシーンですね。で、残り 1v1。もう彼には居場所が分かっている。クリアリングなんか一切せず、敵の場所へ向かっていきます。さあ、ここで勝利のダンス。勝利のダンスをしていってからの、腰ダメです。見ましたか？腰ダメです。ここね。もうここで2回食らってるんですよ。見てくださいね、これ。おかしいっすよ、マジで。マジでおかしいっすからね、これ。これやばいっすよ。ほら。もうリプレイのスローにしたらわかるけど、えげつない。59、59、59で死ぬからな。これは気をつけてください。本当にチーターには皆さん気をつけてください。PS4 とかスイッチとかはいないと思いますけど、PC には本当に最近増えてきてるんで、マジ気をつけてください。チーターに会うことが非常に多いです。